こんにちは、ナミさん。どのぐらいの作業をしたら、どのぐらいの結果が得れるのかっていうのは、やっぱりね、ビジネスに限らず、様々な場面で気になるところですよね。まあでもそれはね、やっぱりこう、やってみなければわからないっていう、まあ、月並みな答えになってしまうんですよね。うん、なんかこう、数学の方程式みたいに、10積み上げたら20の答えが出ますよとか、50やったら120出ますよっていうふうに決まってるならいいんですけどね。ビジネスってのは相手が人間ですから、 そその日ののの日気分ですす。とととか、かかの他のコンンディションとか懐具合とかね、意欲によっても変わります例えば年末年始なんてのは在宅率が高くなるんでインターネットのアクセスっていうのは高まる傾向にあるんですよね、まあ、それから新しい年に向けてですね何か新しいことを始めようかなと思ってる心理状態もありますんで、まあ、クリスマスですとかその年末年始っていうのはインターネットのセールスっていうのが結構有効に働く時だと思います、まあ、そういうこともありますので まあ例えばね、YouTube にしても Twitter にしてもどのぐらいの作業をしたらどのぐらいのリターンがあるのかってことは、まあ、日々変わってくるんですよね。まあ傾向として伸びやすいよっていう風な週とか期間とか曜日、時間っていうのはあると思いますけどもあくまでもその傾向に対して適した自分のアウトプットがあればっていうことになってきますんで細かく見るとやっぱりねどれだけ軽減しても分からないってことが分かってきたかなっていうこところですよね。で、分からないんで 手数を出して最も効果的だなと思うところに集中特化するということにやっぱなるのかなと思いますよねいや本当にこの辺は日々格闘ですね私たち十年以上やってきてもここに明確な答えがなかったっていう答えが見えてきたそれは振り返るとですね私たちが第一歩を記じ始めたときにずっと思っていた疑問なんでこれを教えてくれないんだろうと思った疑問それが今になってあ、なるほどね 教えたくても教えられないんだっていうところに来たのかなっていうところでございます。はい。じゃあこれからもよろしくお願いします。ナミさんお疲れ様です。